リベンジは、イングランド王国のレイジー海装がレオン船で、四46門を備える。1577年建造、1591年にイスパニアにより打破され、ほどなく沈没した。この船は、イギリス海軍船で名称が付けられた、最初の13隻のうちの一つである。リベンジは4000ポンドの費用をかけ、1577年に、デッドフォード海軍交渉にて、 主人造船攻、マシュー・ベーカーにより建造された。この船のレイジー改装方式は、その後の約300年間にわたる海軍装備改革の中でも、艦船の形式の先駆的存在となった。比較的小さめの船体を持ち、排水量は約400トンとアンリ・グラサデュー号のおよそ半分程度である。このためリベンジは、ガレオン船とされる。この年代の艦船の武装は、 流動的である。訪問は数を増やされるほか、様々な理由から減らされたり、形式の異なるものと交換された。リベンジは、その最後の公開の際はとりわけ重装備であった。この時には二十門の半カノン砲、カルバリン砲、ンカルバリン砲が、水布も寝泊まりする、砲刀甲板に設置されていた。上部甲板にはさらに多くのンカルバリン砲、セーカー砲のほか、 様々な小型火器が備えられ、その中には、フーラースやファルコンズと呼ばれる回転台付きの元米砲もあった。詳細は、カディスワン機州を参照1587年、フランシス・ドレークはイスパニア沿岸部に航行し、フェリペ2世が無敵艦隊のため軍事物資を備蓄していたものを壊滅状態にした。この結果、イスパニアのイングランド侵攻計画は翌年まで。 延期された。1588年初頭ドレークは帰還をエリザベス・ボナベンチャー号からリベンジ号に変更した。これは、心臓館の中でもリベンジが最良の船と判断されたためである。1588年7月29日、前後数年間で最も過熱にして決定的な結果をもたらしたアルマダの回戦が集結した。海戦時。 リベンジ号はその名に恥じぬ働きをした。復讐の名を持つ船を先頭に隊列を組んだイングランド艦隊は、イスパニア無敵艦隊に、片原一斉射撃を見舞ったのである。多数のイスパニア船が少なからず損傷したものの、撃沈、座礁するものはわずかであった。しかしながら、砲船の投入のみでイスパニア側の戦列を崩し、北海へ退却させたのである。イングランド艦隊は、 彼らがエディンバラ付近へ到達するのを確認し、港へ引き上げた。詳細はイングランド無敵艦隊を参照1589年、リベンジ号はドレークの機関として出航した。イベリア連合下のポルトガルに進行しようとしたものであったが、この目論みは失敗した。リベンジ号は高校不能状態になり、ドレークは経歴に言えるところがなかっただけでなく、 エリザベス一世の朝愛を失い、1594年まで、情勢任務から外されることになる。1590年、リベンジ号は、マーティン・フロビッシャーの指揮のもと、インディアス艦隊打ホのためスペイン沿岸部へ、遠征したが、これは、失敗に終わった。詳細は、フローレス島の戦いを参照リベンジ号は、輝かしくも、数奇なる最後を迎え、伝説となった。 ジョン・ホーキンスは、イスパニア海軍が、アルマダの海戦で受けた損害を回復するのを防ぐため、スペイン帝国領アメリカから来る財宝の供給を、イスパニア戦打法に特化した、設計の船で持って、定期的に監視する方法で妨害するよう提案した。1591年夏、リベンジ後は、リチャード・グレンビルの指揮の下、まさにこの監視任務についていた。イスパニア側は、 アロンソデバサン率いる約53隻の艦隊を急行させ、マルティンベルテンドとマルコスデアランブルがその指揮官に着いた。その目的は、アゾレス諸島北部のフローレス島においてイングランド艦隊を打歩することにあった。1591年8月下旬、彼らは目標の艦隊に遭遇した。この時、イングランド艦隊は船隊の修理に合わせ、 電線性の熱病が蔓延していたため船員を下船、上陸させていた。感染の大半は海上への退避を図ったが、グレンビルは上陸していた船員たちが戻ってくるのを待った。出発時、彼らはこれボ島の西側を通る航路を取ることもできたはずだが、しかしグレンビルは東側から向かってくるイスパニア艦隊を正面から突破する道を選んだ。 先端が開かれたのは8月31日の終わり頃であった。圧倒的戦力による速攻がリベンジ号を襲ったが、彼らは果敢にも反抗を試みた。巧みな戦術でもって敵型の放火をかいくぐることには何度か成功したものの彼らは完全に包囲され、さらに敵艦の数は徐々に増えつつあった。イスパニア戦を一隻打ち倒しても他の一隻が 入れ替わりにやってくるだけであり、この不利な戦況は実に15時間ほども続いた。イスパニア側はリベンジ号へ白兵戦を仕掛けたが撃退された。相手の3倍の大きさの戦隊を持つサンフェリーペ号にアランブルのサンクリストーバル号を伴走させ、リベンジ号に横付けしてイスパニア兵を切り込ませようとしたのである。兵士を乗り込ませた後、サンフェリーペ号は リベンジ号から突き放されてしまった。突入部隊の7人は戦死し、3人がサンベルナーベ、号に救助されたが、この船は直後にリベンジ号と乱戦になった。またこの夜の事件でイスパニア側はガレオン船アセンション号及びその他の小型船舶をも失ったが、これは時間帯戦同士での衝突事故が原因である。一方サンフェリーペ号の援護に当たっていた。 サンクリスト・オーバル号は、リベンジ号のセンビローに船体をぶつけた。ほどなくして、ベルテンドのサン・ベルナーベ号が、イングランド側へ、集中砲火を浴びせ、これにより多数の死傷者が出ただけでなく、船体にも深刻な損害が生じた。イングランド側の船員も、後部甲板の銃岸から反撃を行った。9月1日の明け方時点で、リベンジ号は、複数のマストを砲撃により折られ、 戦争が6フィートの深さまで浸水、約250人いた、乗船員のうち残存戦力はわずか16名という状態であった。リベンジ号はなおも2隻のガレオン・フナさん、ベルナーベさん、クリストーバルと乱戦を続け、リベンジ号の選手とサン・クリストーバル号が激突した、ため双方が大破した。この時サン・ベルナーベ号は、部隊を切り込ませることでイングランド側の射撃手たちが、防衛のため、 持ち場を離れざるを得ないようにしむけるという戦術を取った。これはまさにリベンジ号の命運を小悪戦とするものであった。アルフレッド・テニスンの死には、グレンビルが最後にリベンジ号を沈めるよう命じた様を見て取れる。さはれ、今聞きは我らが艦の光景かな。砲弾の破裂、絶望のもがきにあれなる百の戦士の四十はすでに倒れ、残れるものなかば気づきで、 中世のふぐとなれり、戦争における病兵の多くは、すでに死して、固く、冷ややかなり、思考しておの枠だけ、屈し引く屈指はつき、マスト、小綱は原則に散を、乱せり。しかれども、なおほ、リチャード教は、公然たる英国魂をもって叫ぶらく、我らは、前日前夜、火曜の戦のたえて、世にハベルま時期までに激しく戦減り、 我が選手等よ、我らは偉大なる光栄を得たり。ついたの長短、地の海陸、我らが死におて何かあらむ。宝術長、我がカを沈めよ、両断して爆沈せよ。思考して、戦神の手に捧げよ。断じて、スペインの手にあたうるなかれ。帰化の兵たちは、この命令に承服せず、生存者たちは投降することで合意し、彼らは救助されることになった。 身の安全の保障を終え、数十のイスパニア船が包囲を解除した後、最終的にリベンジ号は投降した。グレンビルは深手を追っていたため、イスパニア船に乗せられた二日後に死亡した。打破されたものの深刻な損傷を受けていた、リベンジ号はついに、イスパニアに到達することなく、しかし70人のイスパニア兵とイングランド人捕虜とを、得て、 多数のイスパニア船を道連れにアゾーレスの大嵐へと消えた。満身創痍のリベンジ号はテルセーラ島にほど近い島で座礁し完全に壊れてしまったのである。1592年から1593年にかけてイスパニアはリベンジ号の銃砲類14点を沈没地点で発見している。一部の砲は潮流に流され数年経ってから陸に流れ着いた。 遅いものでは1625年頃にもリベンジ号の武装類が引き上げられた記録がある。この船の最後の戦いをもとにアルフレッド・テニスンのザ・リベンジ、A バラード・オブ・ザ・フリートという詩が書かれた。これはフローレス島の戦いの成り行きをドラマチックに物語る作品である。ありがとうございます。